アメリカン航空587便墜落事故は2001年11月12日にアメリカン航空のエアバス A300 から600型機がジョンカイケネディ国際空港を離陸後すぐに墜落した航空事故であるドミニカ共和国のラスアメリカス国際空港行きだった587便は前方を飛行するボーイング747の後方乱気流に遭遇した その際に副操縦士が方向打を過剰に操作したことで垂直尾翼に過大な空気力過重がかかり、尾翼が胴体から分離した。操縦不能に陥った事故機は住宅地に墜落して爆発炎上した。搭乗者260人全員土地上で巻き込まれた5人が死亡した。アメリカ同時多発テロ事件からわずか2ヶ月後の墜落であったことから当初は、 テロの可能性も疑われたものの、アメリカ国間誘安全委員会による調査により、事故であると結論づけられた。服装重視の不要で過剰なラダーペーダル操作が事故原因であり、それを引き起こした背景には、アメリカン航空が実施していた非現実的な訓練シナリオと、エアバス A300 から600型機のラダーペーダルの軽い操作性があったことが明らかとなった。 JFKSDQAA587 便の出発地であるジョンカイケネディ国際空港と目的地であったラスアメリカス国際空港の位置 JFK 空港を離陸後すぐに事故は発生した。事故機のエアバス A300 型機アメリカン航空587便はアメリカ合衆国ニューヨークのジョンカイケネディ国際空港からドミニカ共和国サントドミンゴのラスアメリカ スコクサイ空港へ向かう定期旅客便だった。2001年11月12日の機材はエアバスインダストリー社製の A300 から 605R 型機で機体記号は N14053 だった。A300 から 605R は A300 から600型機の一形式でワイドボディの総発ジェット旅客機である。この機体は1988年7月に 心臓機として納入され、事故までの総飛行時間は37,550時間、飛行回数は14,934回であった。客席は2クラス制で、ビジネスクラスが16席、コーチクラスが236席の計251席であった。当日は5席の空席があったものの搭乗券を持たない5人の乳幼児が搭乗しており、乗客数は251人と、 実質的に満席であった。当該便には運航乗務員2名と客室乗務員7名が乗務し、搭乗者数の合計は260人だった。A300 から600型機はパイロット2名で運航可能な旅客機である。この日の A587 便の機長は42歳の男性だった。彼はアメリカ空軍予備役及びゼネラルアビエーションで、 合計1922時間の飛行経験を積んだ後、あと1985年にアメリカン航空に入社した。1988年9月に A300 型機の運航資格を取得して、副操縦士として乗務を開始し、1998年8月から A300 型機の機長として乗務していた。アメリカン航空での飛行時間は8 5 0時間、そのうち、 A300 型機の機長としての飛行時間は1723時間だった。副操縦士は34歳の男性で、1991年にアメリカン航空に入社し、1998年に A300 型機の運航資格を取得した。彼はアメリカン航空に入社する前に、他社やゼネラルアビエーションで3220時間の飛行経験があった。 アメリカン航空での飛行時間は合計4403時間でそのうち1835時間は A300 型機の副操縦士として飛行していたアメリカン航空の記録によると事故当日までにこの機長と副操縦士のペアで36回飛行していた東部標準時11月12日8時51分に定期通報された JFK 空港の気象情報によると 風は310度の方角から風速11ノット、指定は10マイルで高度4300フィートに、わずかな雲があった。滑走路31リットルに入った、事故期。事故当日に、JFK 空港内の工事現場のカメラ映像に、残っていたもので、画像中の時刻は正確ではない。九時一分十三秒、地上管制は、a a 八十七便に滑走路十一リットルまでの、 地上走行を許可した。続けて、地上管制は、日本航空47便の後ろについて、飛行場管制に通信設定するよう AAA587 便に指示した。JL47 便はボーイング747から400型機だった。9時11分8秒、飛行場管制は、JL47 便に離陸許可を与え、同便は離陸した。およそ30秒後、 飛行場管制は AA587 便に対して後方乱気流への注意を促した上で滑走路31リットルで待機するよう指示した。9時13分21秒、機長は操縦を担当する洋服操縦士に伝えた。フライトデータレコーダーによると墜落まで自動操縦装置は使用されなかった。9時13分28秒、飛行場管制は AA587 便に離陸を許可した9時13分35秒。副操縦士は基調に後方乱気流とは飛行機の後方に発生する乱気流である。その一種である翼端渦は翼の両端から発生する螺旋状の下流であり、周囲の空気を巻き込みながら成長して数分間持続する。飛行するために大きな揚力を必要とする飛行機、すなわち 重量の大きい飛行機ほど強い翼端渦が発生する。低空を飛行する軽量機が翼端渦に巻き込まれると墜落の危険もある。翼端渦を避けるため飛行機の最大離陸重量に応じた間隔を空けて飛行することが規則に定められていた。JL47 便と AA587 便の場合、時間にして2分、または距離にして 7.4km 空けることに、 なっていた。AA587 便は9時13分51秒に離陸滑走を開始し、9時14分29秒に浮遊した。先行する JL47 便との時間差は1分40秒であった。事故後の調査によると両機関の距離は常に水平で8トル垂直で1 1 6 0ル以上離れていた。9時14分43秒、飛行場管制は、 AA587 便に左旋回して JL47 便と同じ経路を取りニューヨークターミナルレーダー侵入管制に通信設定するよう指示した9時15分5秒トレイコンの管制官は AA587 便に対し高度1万3000フィートへ上昇するよう指示した9時15分29秒機長はクリーンマシーンを宣言したこれは 公着装置と高揚力装置がすべて収納されたことを意味する。9時15分35秒ごろ、AA587 便は左右の翼を水平にして、高度1700フィートを上昇していた。ここから AA587 便は前方を飛ぶ、JL47 便の後方乱気流に2回、遭遇する。1回目の遭遇は9時15分36秒ごろで、ある。この時、 下方向の荷重が 0.7g に減少したことを FDR は、これは体重が7割になることに相当し、体が浮き上がるように感じる状態である。後方乱気流への最初の遭遇と時を同じくしてトレイコンの管制官は AA587 に左旋回してウェイビーへ向かうよう指示していた。九時十五分十一秒、機長がこの指示に従っている胸をし、 これが AA587 便から完成への最後の通信となった。AA587 便は左にバンク角を取って左旋回に入った。9時15分45秒ごろ、機長がちょっとした後方乱気流だなと発言し、副操縦士は A、えー、と答えた。9時15分51秒、AA587 便は2度目の後方乱気流に遭遇した。 FDR の記録によると、下向きの荷重が 1.0g から 0.6g まで変化した。9時15分51秒から53秒までに、コックピットボイスレコーダーには、ドシン、カチ、ドシン、ドシンという音が記録されていた。同54秒、副操縦士は緊張した声で最大出力といった。この時の飛行速度は240ノットだった。 後方乱気流への2回目の遭遇直後から、副操縦士は操縦輪を左右に激しく回した。それと同時に、左右のラダーペダルも、ほぼ限界まで繰り返し踏み替えた。ラダーペダルは、操縦席の足元にあり、垂直尾翼公園の方向打を操作するペダルである。右のラダーペダルを踏むと方向打面が右に触れて機種が、右を向く。反対に左のラダーペダルを踏むと方向打面は、 左に触れる、ラダーペダルの踏み替えにより、a a 5 8 7便の方向だわ、繰り返し左右に触れた。機長は、大丈夫かと尋ね、副操縦士は、A、えー、大丈夫ですと答えた。続けて機長は、しっかり保持しろ、しっかり保持しろと声をかけた。9時15分57秒、副操縦士は、パワーお願いしますと言った。CVR には、 ほぼ同時に大きな土芯という音が、そして一秒弱後に大きなバンという音が録音されていた。この時点で垂直尾翼の右後部の接続部が破壊され、垂直尾翼が分離した。この時点の飛行速度は251ノットだった。JFK 空港の滑走路31リットルを離陸した AA587 便はニューヨークのベルハーバー地区に墜落した。 墜落地点の空撮写真、9時16分4秒に失速警報音が鳴り出し、その3秒後、副操縦士は、一体どうなっているんだ、抜け出せないと言った。9時16分12秒、機長は、抜け出すんだ、抜け出すんだと叫び、その2秒後、CVR の録音は終了している。白煙を引きながら落下する AAA587 便が、多くの人に目撃された。 飛行機の主要部分は JFK 空港から約8キロメートル南西に位置するベルハーバー地区に墜落、爆発炎上した。墜落の衝撃と火災により機体は破壊された。巻き込まれた住宅4棟が破壊され、周囲の6棟の住宅が損傷した。落下中に左右のエンジンが翼から分離し、左エンジンは直撃こそしなかったものの、ガソリンスタンド付近に、 右エンジンは車道に置かれていたボートに落下した。また、大小の破片が墜落地点までの経路に散乱した。現場には消防車40台以上と約350人の消防士が駆けつけ消火と救助に当たった。しかし、搭乗者の生存は絶望的で巻き添えとなった住民を含め265人の遺体が同日中に収容された。 当時のニューヨーク市長のルドルフ・ジュリアーには現場に急行し、消防士や警察官の迅速な活動を握らうとともに市民に冷静な対応を呼びかけた。本事故はアメリカ同時多発テロ事件からわずか2ヶ月後の出来事であったことから新たなテロの可能性が疑われ、ニューヨーク市民の間に緊張が走った。ニューヨーク市は最高レベルの警戒体制を発動し、墜落現場周辺及び、 マンハッタン島に通じる橋やトンネル、地下鉄が封鎖された。JFK 空港に加えて、ニューヨーク近郊のラガーディア空港とニューアーク空港が閉鎖され、エンパイアステートビルディングでも安全対策のため退去命令が出された。ニューヨークにある国連本部では国連総会の開催中であったが、予防的措置として建物が一時封鎖され、すべての歩行者と車両の立ち入りが禁じられた。 アメリカ空軍は複数の基地から戦闘機を緊急発進させて全米上空の警備に当たった。大統領府内に設置されていた国土安全保障局の局長は本事故の連絡を受けてすぐに同国司法省、連邦捜査局、運輸省、連邦緊急事態管理庁の各長官及び国防総省と連邦航空局の交換らと連絡を 取り墜落原因を分析した。事故とテロの両面で、墜落原因の調査が開始されたものの、間もなく事故であった可能性が高いと判断され、国家運輸安全委員会に調査が委ねられた。事故機の垂直尾翼を前に、NTSB 委員長のマリオンブレイキーに調査状況を報告している様子。パイロットは二人ともアメリカ合衆国が定める資格要件を満たしており、 乗務に悪影響を及ぼすような医学的問題も確認されなかった。また、二人の疲労は本事故の要因ではないと判断された。事故機の整備は適切に行われていたことも確認された。事故機の CVR はエンジン分離後もバックアップ電源により動作し、8時45分35秒から9時16分14秒までの音声を記録していた。CVR からは、 コックピット内の音声情報を良好な品質で得ることができた。FDR には81時間長のデータが残っていた。そのうち事故のフライトについては9時14分28秒から同16分1秒までの約1分33秒のデータが記録されていた。マリンパークギルホジス記念橋の監視カメラ映像に AA587 便が映っていた。映像には AA587 便は白い筋を引きながら降下している様子が残っており FDR 停止後の同期の解析などに用いられた事故機の落下途中に左右のエンジンが分離していた当初エンジンの異常が事故原因として疑われたもののエンジンが分離したのは操縦不能に陥る過程すなわち垂直尾翼の分離後だと CVR と FDR のデータから確認された 離陸から上昇にかけて、エンジンに不具合はなく、エンジン操作も正常に行われていた。そして落下中に目撃された、機体火災については、エンジン分離によって漏れた燃料に引火したものか、エンジンのサージングによるものと、事故調査委員会は結論付けた。先行機との飛行間隔を含めて管制官の指示は、適切だった。AA587 便が遭遇した2回目の、 後方乱気流は、それ単独で異常姿勢をもたらすものではなかった。データ解析の結果、垂直尾翼の分離を発端として事故機は操縦不能に陥ったことが判明した。回収された事故機の垂直尾翼、飛行中に分離した尾翼は、ジャマイカ湾内で発見された。垂直尾翼は、墜落地点から1 2トル北のジャマイカ湾内で発見、回収された。 A300 から600型機の垂直尾翼は左右三体の接、そしてこの接合部及び垂直尾翼の一時構造の部材には炭素繊維強化プラスチックが使用されていた。本事故は複合材料を用いた尾翼が飛行中に分離した初めての事例であったことから構造の強度や耐久性に疑問が提された。事故から4日後には FAA とフランスの民間航空当局が協調し、A300 から600型機とエアバス A310 型機について垂直尾翼と胴体の接合部及び垂直安定板と方向打の接合部を点検するように運航者に対して緊急の対空性改善命令を発行した。しかし、回収された残骸を調査した結果、尾翼と胴体の固定部には疲労や 欠陥の痕跡はなく、課題応力による破壊の特徴が認められた。メディアを再生する自己機の飛行を NTSB が再現したアニメーション。この映像の4時頃から急激な操縦入力が加わる。CVR や FDR などの各種データと数値流体力学に基づくコンピュータシミュレーションを用いて自己機の挙動解析が行われた。この解析により、 自己機がどう動いたか、どのような操縦入力があったか、そしてどのような空気力過重が垂直尾翼にかかったのか分析された。2回目の後方乱気流に遭遇した直後、すなわち垂直尾翼が胴体から分離する7秒前から左右のラダーペダルがほとんど限度まで繰り返し踏み込まれていた。その結果、横滑り角が増大し垂直尾翼に 極めて大きい荷重がかかった。垂直尾翼には、尾翼を横に倒すように働く。曲げモーメントと垂直軸周りに回転させるよう働くねじり、モーメントが作用する。垂直尾翼には、振動的な荷重がかかり、ペダルの踏み替えとともにその振幅が増大した。航空機を設計する際には、制限荷重と終局荷重という二つの荷重が設定される。 飛行中に予想される最大の荷重を制限荷重といい、設計上の不確かさや製造上のばらつきを考慮して、制限荷重に安全率を乗じたものが、終局荷重である。調査の結果、事故機の垂直尾翼の付け根にかかった荷重は、終局荷重を超え、制限荷重のおよそ2倍に達したと推定された。有限要素法を用いた構造解析が行われ、 微翼と胴体をつなぐ6カ所の接合部のうち、まず右後方の構造物が破断したと推定された。続いて、ほぼ同時に、残りの接続部が破壊され、垂直尾翼は分離した。この推定結果は、エアバス社が開発時に実施していた、耐久試験の結果と一致していた。さらには、事故機の残骸に残された痕跡及び事故後に行われた、 破壊試験の結果とも合致するものだった。尾翼の性能や破壊の挙動は設計通りであり、FAA による認証内容とも整合していた。大きな荷重が尾翼にかかった原因は後方乱気流ではなく過剰な方向打操作にあった。A300 から600型機の操縦系統では、ラダーペダルの操作量はリンク機構と柵を介してビブの方向打に伝達される。また、 方向打操縦系統には、ヨーダンパーやトリム、自動操縦装置の操縦入力を加えるためのアクチュエータが備わっている。各アクチュエータの操作量は、ラダーペダルにもフィードバックされる。FDR に記録された方向打の操作パターンは、ヨーダンパーや自動操縦装置からは出力され得ないものだった。したがって、事故のきっかけとなった方向打の挙動は、操縦していた。 複操重視によるものと結論付けられた。もし尾翼が分離する前にラダーペダルの過剰な操作を複操重視が止めていれば機体の安定が回復し事故は防げたと事故調査報告書は述べている。なぜ複操重視はラダーペダルを過剰に操作したのか。その要因として事故調査報告書は次の3点を指摘している。1点目は 複操重視が後方乱気流に対して過激に反応する傾向があったこと。二点目は彼が受けたアメリカン航空の訓練内容。そして三点目はエアバス A300 から600型機の方向打操作系の特性である。複操重視の傾向。編集事故調査においてアメリカン航空の機長の一人から事故機の複操重視に関する証言を得た。彼は この副操縦士とボーイング727型機を数回運行した経験があった。そのうちの1回で後方乱気流に遭遇した際に副操縦士はラダーペダルを目一杯まで繰り返し踏み替えた。この時、この機長は驚いて副操縦士にペダル操作が非常にアグレッシブだと指摘した。それに対して副操縦士はアメリカン航空の先進航空機操作プログラムでこのように ラダーペダルを使うよう指導されたと答えた。そこで、機長は、うップで教わるラダーペダルの使用例は、低速飛行の場合についてであり、うップの内容を復習して、ペダルの使用を控えるよう促した。この機長によると、後に後方乱気流に遭遇した際には、副操縦士はペダルを目一杯踏み込むことはなかったが、それでも、とても素早く踏み替えていた。 このようなペダル操作をするパイロットに出会ったことがなかったため、727型機の機長は、この副操縦士との出来事を鮮明に覚えていた。一方で、後方乱気流への対応を除くと、副操縦士の操縦能力は素晴らしいと評価される水準だった。アメリカン航空の訓練、編集、運覆は、不測の事態に対する訓練であり、座学やビデオ学習、 シミュレーター訓練などで構成された。1997年に副操縦士が受講した座学では、異常姿勢からの回復にラダーペダルを使うことを推奨していた。そして、シミュレーター訓練の中には、AA587 便の状況と似たシナリオがあった。その訓練では、ボーイング747型機の後を離陸して、後方乱気流に注意するよう告げられる。 そして上昇中、軽い揺れに続いて機体が重度ロールする。ここまでは、AA587 便。このシナリオは、AA300 から600型機には非現実的であった。加えて、このシミュレーター訓練では操縦輪とラダーペダルの働きの一部が抑制されており、陽動が始まってから10秒間、または、ロールの傾きが50度を超えるまで、補助翼と方向弾が効かなくされていた。 火事を抑制していることはパイロットに知らされなかった。その上で、共感は異常姿勢に素早く対処するよう指示していた。さらに、アメリカン航空の A300 から600型機のシミュレーターでは、ラダ,ダーペダルの操作性が実機と異なっていた。ラダ,ダーペダルには、踏み込んだ際に、反力が変えるよう男性が設定されている。シミュレーターではソフトウェアによってこの男性を模擬していたが、その特性は、 実機よりも柔らかく、ペダルをより奥まで踏み込めるようになっていた。異常姿勢からの回復法を教えるつもりで作成した訓練プログラムであったものの、シミュレーターの設定が非現実的であった。後方乱気流に対する回復操作について誤った認識を与え、実際の飛行には不適切で危険とさえ言えるものだった。実は、アメリカン航空は FAA や航空機メーカーからランプの内容を 是正するよう求められていた。これに対して、アメリカン航空が実施した修正は、部分的であり、ラダーの過剰な強調が、本事故までに完全に解消されることはなかった。ラダーペダルの操作性、編集 A300 から600型機の、ラダーコントロールシステムは、先行機となる A300 第1世代のシステムを基本としていたが、以下の2点が変更されていた。1点目は、 A300 から600型機では、ラダーペダルの操作力が小さくされたことである。第1世代から A300 から600型機へ改良する際に、操縦輪の操作力が減らされており、それと整合させるためだった。2点目は、ペダル踏み込み量を方向打の作動量に変換する機構が変更されたことである。ペダルには、可動範囲を制限する、機械的なストッパーが備わっており、 A300 型機の第一世代では、その稼働範囲は一定であった。そして、操縦の感度がほぼ一定になるように、ペダル踏み込み量に対する方向打角を、飛行速度に応じて変化させる設計であった。それに対して、A300 から600型機では、ペダル踏み込み量と、方向打角の比率を固定し、ペダルの稼働範囲を、飛行速度によって変化させる方式に改められた。設計を、 単純化して深刻な故障を避けるためだった。この2点の変更により A300 から600型機では小さいペダル操作力で大きな機体運動を生じるようになった。事故後に調査された航空運送事業用の航空機の中で A300 から600型機のペダル操作力は最も軽かった。事故調査委員会はこれらのラダーの設計内容が周知されていなかったことも 複操重視の過剰な操作につながったとしている。なぜ2回目の広報乱気流だったのか。編集事故機は広報乱気流に2回遭遇した。なぜ、複操重視は1回目ではなく2回目に過剰な反応をしたのか。事故調査委員会は、その要因として、機体のバンク角を指摘している。1回目の遭遇時には、バンク角はほぼ例であった。そこから管制官の指示に従って左旋回を、 開始し、バンク角が左に約23度傾いたあたりで、自己調査でのシミュレーションによると、後方乱気流によりさらに10度左にロールさせる力が働いたと推定された。ただし、このシミュレーションによると方向打で操作するよう軸には大きな変化がなかった。左にバンクしている状態で、機体がさらに左へ回転しようとしたことで、副操重視は乱気流に対し過剰に反応した。 可能性がある。二回目の広報乱気流から副操縦士が、ラダーペダルを激しく操作した際、機長は大丈夫か尋ね、しっかり放置するよう声をかけたものの、操縦を交代することはなかった。機長は、飛行機の挙動は広報乱気流によるものと考えていた節があることに、加え、短時間で事態が進行して機長が得られた情報が、限られていたことから、機長の対応は、 理解できる範囲だと、事故調査報告書は述べている。2004年10月26日に、事故調査報告書は採択され、本事故の原因は次のように結論された。事故原因は、服装重視の不要で、このようなラダーペダル操作が行われた要因には、A300 から600型機のラダーシステムの設計と、アメリカン航空の先進航空機操作プログラムが挙げられる。 自己調査が進むにつれて、設計上の設定速度の一つであるデザインマニューバリングスピードについて、パイロットの多くが誤解していることが明らかになった。設計においてマニューバリングスピードとは、加速度が 1G の状態から、パイロットが最大限度で、もしくは操縦装置のストッパーまで操縦入力を急激に加えても飛行機が耐えられる最大速度である。 飛行機を設計する際には、ピッチ、ロール、用の三軸それぞれについて、別個に単一の最大入力が加わった場合を考える。アメリカの連邦航空規則における設計基準では、方向打を繰り返し操作したり、複数の舵面を合わせて、実際に事故機は、マニューバリングスピードを下回る速度で、致命的な構造破壊が生じた。事故調査の過程で、 デザインマニューバリングスピードより低速であれば、ラダーペダルをどのように操作しても構造的損傷が起きるような荷重は生じないという誤った考えがパイロットの間に広がっていることが判明した。事故当時、高速飛行時の方向打操作の危険性が一般の多くのパイロットには十分には理解されていなかった。NTSB は FAA が発行していた。 パイロットハンドブックや連邦航空規則にマニューバリングスピード対する誤解を招く表記があったと指摘している。再発防止のため NTSB は FAA に対し複数の勧告を出した。その中には以下の内容が含まれている。また A300 から600型機並びに A310 型機について危険なラダーペーダル操作が行われた場合の安全性を向上させるよう FAA 及び フランスの民間航空当局に対して勧告した大きな操打の繰り返しの危険性については A300 から600型機等のフライトマニュアルに警告が追加されパイロットへの周知がなされた2010年10月には連邦航空規則が改定され以後形式証明を受ける大型機のフライトマニュアルには 急速かつ大きな操打の繰り返しにより構造破壊が起こり得ることを盛り込むことが必須となった。合わせて、マニューバリングスピードの誤解を招く、連邦航空規則の記載も改められた。アメリカン航空は訓練プログラムを見直し、異常姿勢からの回復訓練の内容を改めた。加えて同社は、方向打の使用法、ラダーペダルのリミッターの動作、垂直尾翼にかかる負荷と、 横滑り角との関係などをパイロットに周知する装置を講じた。しかし、3点目のラダーペダルの感度制限を含む操縦特性については基準改定に時間を要している。本事故から8年後の2008年1月10日、制限荷重を超える荷重がラダーにかかる事故が再び発生した。エアカナダのエアバス A319 型機が後方乱気流に遭遇した際に、 本事故と同様に、ラダーペダルが過剰に繰り返し操作され、13人が重軽傷を負って緊急着陸した。NTSB はこの事故を受け、2010年8月にエアバス機の監督責任を持つ欧州航空、安全機関に対しても、FAA と同様に、用軸の操縦特性に関する基準改定を求める勧告を行った。 2016年の段階で FAA とエアサは共に改定作業中であると回答。2018年7月2に,に FAA は連邦航空規則の改定案を公表し、NTSB は改定案は韓国に沿っていると評価している。このほか本事故の調査過程で FDR の記録に問題があったことが判明していた。事故機の FDR では、 フィルタリング後の信号データのみが記録されており、操縦翼面の厳密な位置情報が残されていなかった。必要なデータが正確に記録されるように、FDR の改善対策についても NTSB は FAA に勧告を行った。本事故では乗客251人と乗員9人の搭乗者260人全員が死亡した。また、地上で巻き込まれた住民5名が死亡した。 事故が起きた2001年11月時点で JFK 空港とドミニカ共和国の間の直行便は週に51便運行されており同年12月には増便も計画されていたニューヨークとドミニカ共和国を結ぶ路線は大半がアメリカン航空によって運行され実質的に同社の独占路線となっていた事故機の乗客のおよそ9割はドミニカ系だった マンハッタンに住むドミニカ系住民の間で AA587 便は憧れの特別なフライトだった。ニューヨーク在住のすべてのドミニカ系住民は自身があるいは知人の誰かが同便を利用したことがあるとも言われた。ニューヨークの旅行代理店主の一人は事故後の取材でドミニカ系住民にとってクリスマス休暇や夏休みにサントドミンゴへ行くことは ムスリムがメッカへ巡礼するようなものだと述べた。ドミニカ系住民は、本事故を嘆き悲しんだが、ニューヨークサントドミンゴ便の予約状況に、本事故の影響は見られなかった。ドミニカ共和国へ向かうメジャーリーグの選手やスカウトらも、AA587 便をよく利用していた。事故後早い段階において、当時ニューヨークヤンキースに所属していた、ドミニカ共和国出身のアルフォンソソリアノが事故に、 登場していたという語報が流れたものの、実際には彼は登場。彼と同郷でチームメイトだった内野手、エンリケ・ウィルソンは、もともと事故当日の AA587 便を予約していたものの、ヤンキースが同年のワールドシリーズに敗退したため数日前の便で帰省していた。本事故の犠牲者の一人に、ドミニカ共和国出身の26歳女性がいた。 彼女は2ヶ月前のアメリカ同時多発テロ事件の際にはワールドトレードセンターで働いていたが幸いにも脱出して救止に一生を得ていた。その後、帰境のため事故機に登場したことで不幸にも事故に遭遇したロッカウェイパークにある AA587 便の追悼施設ニューヨーク市クイーンズ区にあるロッカウェイパークに本事故の追悼施設が建設された。 ロッカウェイパークは墜落現場のベルハーバーに隣接する地区である。事故からちょうど5年後の2006年11月12日、当時のニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグも出席して除幕式が行われた。この事故の犠牲者全員の名前が読み上げられ、墜落した午前9時16分に鐘が鳴らされた。以来、この場所では毎年同じ日の同じ時間に、 同様の追悼式典が取り行われている。追悼碑は湾曲した壁上で AA587 便が目指していたドミニカ共和国の方角を向き海岸に面して立っている。ドミニカ出身のアーティストであるフレディ・ロドリゲスによって設計された。石踏みには犠牲者全員の名前が刻まれているのに加え、ドミニカの詩人ペドロミアによる次の言葉が英語とスペイン語で記されている。 デスプエスのキエロマスクパズ、アフターワーズ、アイワントナッシングモアザンピース。2007年5月には、身元が特定できなかった、遺体編889個が、ブロンクスクのウッドローン墓地にあるマウソレウムに埋葬された。本事故を主題としたドキュメンタリー作品がいくつか、制作されている。2006年には、ナショナルジオグラフィックが、衝撃の瞬間第4シーズン第1話で、 クイーンズ墜落事故として本事故を取り上げた。2014年には同じくナショナルジオグラフィックのメーデー航空機事故の真実と真相第11シーズン第5話でアメリカン航空587便で本事故が描かれた。BBC でもドキュメンタリー番組ホライゾンで本事故を主題として取り上げた。ありがとうございます。